前田家住宅は和歌山県橋本市高屋口町に所在する歴史的建築物、古民家、国の登録有形文化財となっている。当家は江戸時代から役所長を営んでいた町屋で商屋を務めたこともある。平で広い敷地を有し、旧大和街道と高野三景道の交差点に位置する。建物全体の保存状態は良く、一階の西側半分は、 ギャラリーとして開放され、陶計ゆかりの品々が展示されている。また、かつての当主は当時流行の進学に造形が深く、主に、創傷者の看板を掲げ、江戸中期の進学者、石田梅岩の皇帝を客として招くなどして、関門進学の普及にも努めた。以下が2004年7月23日、国の登録有形文化財となった。江戸後期建築、木造平屋建て、 河原吹き、霧妻づり、桁雪六軒、張間島、建築面積152平方メートル、旧山和街道に北面して立つ。生側面三面に、半間、背面に一軒の下やびさしを回す。内部は、東側床上部は四間取り、西側を中土間とし、土間上部背面側に煙出しを上げる。江戸末期建築、土蔵造り二階建て、河原吹き、霧妻づり、 桁行ユキ張間三ハ建築面積79平方メートル。敷地南端に立ち、内部は二室都市、東三軒分が重機造西島分の一階が米ネ二階外小造明治時代建築、木造平屋建て、三河原吹き、入も屋造り、桁行ユ三3県、ハ二マ半、建築面積53平方メートル。四面に、 半弦の下矢日差しを回す。内部は8畳と床付き6畳の2室構成になり、南面下屋は押し入れと床、他3面は板縁都市、母屋と渡り廊下でつながる離れ座敷。1916年建築、1955年 A 屋。木造平屋建て、三河原吹き、建築面積83平方メートル。中書院の南に位置し、 東を入り模屋作り、西を切り妻作りとする、東西胸。平屋建ての客用座敷で、内部は、西から6畳の式台玄関、10畳間、床、棚、不書院を備えた12畳半座敷を並べ、東南2面の下屋に、半玄の板園を回す。ありがとうございます。